トリアムテレンとはカリウム放持性利尿薬の一つである。高血圧や不腫の治療にループ利尿薬やチアジド系利尿薬と併用される。蛍光投与で急速に吸収され、血清タンパクと50%程度結合する。腎臓では子宮体炉化と筋移尿細管からの分泌により排泄される。腎上皮に存在する NA チャンネルを阻害することにより経営・保持性に 利尿作用を示す。商品名トリテレン。海外では、ヒドロクロロチアジドとの合剤がある。高血圧症、新生不ッ人生フッ肝性フッ以下の患者には近忌とされている。トリアムテレンが人血流量を低下させるので、代償性にプロスタグランジンの生合成が増加する。インドメタシンなどのプロスタグランジン合成阻害薬は、これを阻害して、 腎不全を誘導するので併用してはならない。以下の患者に投与する場合は、副作用の発生に注意しながら慎重に投与する必要がある。添付文書には重大な副作用として、急性腎不全が記載されている。その他、0.1%以上に電解質異常食欲不振、悪心、嘔吐、口渇下痢、めまい、頭痛、倦怠感、疲労感が発生する。 トリアムテレンは、尿細管内で結晶が積出したり、周酸カルシウムの結晶化を促進させたりするので、尿路結石を生じることがある。トリアムテレン服用後、尿が青白色の傾向を帯びることがある。トリアムテレンは、腎臓の集合管に極在する、上皮性、ナトリウムチャンネルを直接阻害する。最野イ,イド経理尿薬は、集合管の前の遠尿細管で、 ナトリウム吸収を阻害するので、減量中ナトリウム濃度が高く、集合管での医学経由のナトリウム、マイナスカリウムの交換が更新するが、トリアムテレンはこれを阻害する。トリアムテレンは高血圧及び、不腫の治療において、ヒドロクロロチアジドと併用されることが多い。この組み合わせは不要なナトリウムを排泄するのに、効率的である。 無作為化比較試験の結果が存在しないにもかかわらず、トリアムテレンとヒドロクロロチアジドの組み合わせが、メニエール病の治療に用いられる。ありがとうございます。